需要がある仕事を知りたいですという海外移住ご希望の方なんですけども、ショート動画で、まあ、短編動画、スマホ1台で、まあ、デジタルマーケですね、デジタルマーケで需要がある仕事なんですけども、まあ、デジタルマーケティング、要はあのオンラインだけでのマーケティングですね、まあ、広告化、まあ、SEO というのが大きな、集客方法だと思うんですけども、まあ、いずれにしてもですね、デジタルマーケは今後もですね、続いていきますよね。まあ、これは企業のその広告に対してのどれだけお金払ってるかとか見れば分かりますし、アフィリエイトのその市場規模とかですね、まあ、そういったものをいろいろ見ていくと、デジタルマーケは今後も当然伸びていくと。で、短編動画をこういう形でデジタルマーケに使うというのもありですね。ありというか、まあ、僕はメインにコンサルとしてお伝えしています。YouTube の1分ぐらいの短編動画をどんどん出してですね、タイトルで SEO をかけて検索ニーズをですね、のあるタイトルで、人を集めていくと。そこからですね、概要欄でお問い合わせにつなげるっていう、まあ、シンプルな方法です。ぜひやってみていただきたいと思います。